ばんは。今日は水曜日なので、もうご飯は食べ終わったので、ちょっと大富豪配信でもしようかなと思いまして、ちょっと前にツイートしたんですけど、もうちょっとしたらやろうかなと思っております。こんばんは。大富豪をね、そうやろうと思って、大富豪皆さんやってますか？私は私は最近はそんなにやってないんですけど、今日はたくさんやりたいなと思って。何時からやろうかな。もうちょっと早いので7時ぐらいからスタートしよう。全然やってないです。じゃあ今日この機会に何十回ってやってしまいましょう。何十回ってやばいな。ちょっと待ってね、ギフト読む。バラ10個ありがとうございます。ありがとうございます。バラありがとう。あと可愛い一つありがとうございます。ハートたくさんありがとうございます。こっちの方か。ありがとうございます。ありがとう。そう、前はそうなんかすごい運が良かったのか分かんないけど、すごい調子が良かったのか分かんないけど、すごい何回連続か9回ぐらい、8回か9回ぐらい大富豪連勝してたんですよ私。でそれで時間的にもこれが最後にしますねっていう時に都落ちしたわけだから、きっと今大貧民のはずなんですけど、いや、わかんない。それから一回もやってないのかな。全然覚えてない。ちょっと今から確認する。確認タイム。そう、最近はね、ちょっと新しいスタンプも出たので、私もセットしておきました。ちょっと待って、今。あ、今大貧民です。じゃああれからやってないんだ、一回も多分あれからやってないんだ。なるほどね。馬のギフト1個ありがとうございます。ありがとう。
そう、大富豪はね、やっぱりその時のあのね、調子で変わってくるものだと私は思ってるので、調子いい時はめちゃめちゃなんか勝てるしいいんですけど、悪い時は悪くて本当に悪いから、こんばんは。ルールが全くわからないらしいです。ちょっとファンの方教えてあげてください。私はルールどうやって覚えたかな。あ、でもなんか SKE のこの大富豪のアプリができる前に違う大富豪のアプリで遊んでたんですよ、メンバーと。それでね、覚えた。ルールでも確かになんか難しいか。3が一番弱いカードなんですけど、で3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、2が一番強いんですけど、カードがで、その同じカード4枚とか、同じ例えばハートの4567とかがあって、それを出したら革命ってなるんですよ。で革命が発動したら逆になります。だから2が弱くなる一番で、3が一番強くなります。3、4、5、6とかがまあ強くなっていくよっていう。で8はその8切りって言って、そのなん8切りってなんて説明したらいいんだろうな、難しいな。8切りっていうのは8を出したらもう一回自分からスタートできるって言えばいいのか、むずいな。でもルール説明するのって難しいな。あと何がありますっけ、8切り。ああ、あれだ、縛りとか。それはなんか同じカードのなんか種類が同じみたいな。いや、わかんな、難しい。あ、階段、それだ、階段です。階段もなんて説明したらいいかな。あのね階段むずいな。とりあえずジョーカーが2枚、まあ1枚あればまあ勝てるかなっていう感じはする、私的に。まあその使い方次第ですけどね、そのジョーカーを。で最後に2とか8で終わるのは反則負けっていうのがあって、あの一番下になっちゃうのでお気をつけください。あとね、ジョーカーを出されても、あのね、一つだけそのジョーカーに勝てるカードがありまして、スペードの3っていうカードがあるんですけどね、もしスペードの3がそのカード配られた時にもし持ってたら使った方がいいかも。そのジョーカーが出されたらね、まあ出され違う出され方をしたらまあもう仕方ないんですけども、そう、でもスペードの3は持ってた、もしかしたらジョーカー出された時にこうパッて出せるかもしれないので、もしあったら、手元にあったら使いましょう、うまくうまく使いましょう。まあこんな感じですかね、大富豪。あとなんかあったっけ。そう、私がねやってた違うアプリはなんかイレブンバックっていうのあったんですけど、この SK のアプリにはねそのルールがないので、まあ覚えていけばきっと大丈夫。大富豪はやっていけば覚えていけます。
ね、ちなみに私今このカードです。これやで、わかんないけどどのやつかわかんないけど、この衣装こんばんは。あ、またハートがたくさん来てました、ありがとうございます。見えないな、ありがとうございます。ハートこんばんは。そう、反則負けとかね、ちょっと辛いよね、確かに。やってしまった感じがすごいしちゃう、反則負けは。最後の最後まで強いカードを残さないようにする。そっか、髪くっちゃくちゃ。